ヘトワダ北口でございます。観光マップがこんな感じですね。こんな感じですが、はい、北口はですねバスターミナルもなくですね非常に寂しい駅ですね。こんな感じになっております。ロータリーだけですね。向こう側に面白いものがあったのでちょっと映してみます。ちょっと車のナンバーが入らないように近寄ってみますが、向こう側にですね E5 系 H5 系と同じ、カラーをした建物が見えます。あれは何の建物でしょうか。駅で働く正社員募集、リビットって何でしょうね。駅の正社員っていうのがあるんですね。でこっちが東日本の採用か。ここ歩いて上がってみますか。非常にですねバリアフリーが整ってエレベーターで北口も南口も行けるようになってます。ゴミ箱もしっかりありますね。お土産物屋さんとトイレがですね改札の外にありますので、八戸と和田駅の場合はですね改札をくぐるとトイレに行けなくなると、新幹線に乗るまでトイレに行けなくなるので気をつけましょう。改札は書いてありますね、トイレありませんと。ここが緑の窓口ですね。南口に降りてきました。ここもですね、北と南、左右対称の作りみたいになってますね。日差しが入って非常に明るいと。で今太陽でも眩しいですが、こちらが我が、函館方面ですね。青森、新青森、函館方面です。ということで地上の駅なんですね、新幹線ですが。南口降りてきました、はい、こちらもエレベーターが整っております。タクシー乗り場、南口はですね割と整っておりまして、ロータリーにバスターミナルがあるというような感じで、まずはちょっと歩いてイオンモール等に行ってみましょうね。南口路線バス、野辺地、青森方面。2番線はですね、こんな感じに新青森行きのバスもあるそうですよ。ちなみに時間はこうです。
番線。一番線の路線バスはこんな感じです。七戸方面、東北町方面、十和田市方面のバスと。で、時間がこうなってます。はい、高速バスのシリウス号っていうのもあるそうですよ。はい、駅前にこんな寂しいところにですね、イオンモールがあるというので、あっちの方になんかあの八甲田温泉とかなんか温泉もあるっていうのでちょっと見てみましょうね。 あっちの方に遠くにはですね八甲田さんが見えます。